キャベツとこれを一緒に食べるだけで絶対痩せます。こんにちは、看護師保健師の松田理恵です。今回の動画ではキャベツプラスあるものを食べるだけ、たるんだ肉がごっそり落ちる、痩せ効果を倍増させる食材3選というテーマでやっていきますよ。そもそもキャベツって本当にダイエット効果があるのでしょうか、ということでまず最初にキャベツがダイエットに効果的な理由を徹底解説していきますね。キャベツで痩せる3つの理由、1つ目です。デトックス効果。キャベツに豊富な栄養素として一般的によく知られているのが食物繊維ですよね。食物繊維は言うまでもなく便秘解消効果が期待できる栄養素。女性は特に便秘の方が多い上、日本人は日常的に食物繊維の摂取量が不足している人が多いと言われています。なので身近な食材であるキャベツで食物繊維が補えるのはありがたいですよね。特にキャベツには不溶性食物繊維が豊富。この不溶性食物繊維はなんと腸の中のゴミを絡み取ってデトックスしてくれる作用があるんです。しかもこうして腸内のゴミを回収することで便のかさを増やしてくれるので腸の壁が刺激され便が出やすくなる効果もあるんですよ。またキャベツには水溶性食物繊維も含まれていて、これは腸の善玉菌の餌となって腸内環境を良くする作用があります。なのでキャベツはただ便秘を解消するだけではなく腸内環境そのものを改善する効果が期待できるんです。しかもこうして腸内環境が良くなると食欲の安定、デトックス力や栄養の吸収力のアップなど自然とダイエットが進みやすくなるんです。さらに水溶性食物繊維は余分なコレステロールを排出する効果、脂肪分を吸着して内臓脂肪をつきにくくする効果まであります。つまりキャベツの食物繊維はダイエットだけではなく生活習慣病をはじめとする病気の予防にも効果的なんですね。そしてキャベツは便秘解消だけではなくむくみ解消によるデトックス効果も期待できます。なぜならキャベツには余分な塩分や水分を体の外へ排出してくれるカリウムが豊富に含まれているから。こうしたデトックス作用によってキャベツには速攻痩せ効果まで期待できると言われているんですね。脂肪と違って便とむくみはすぐに落ちやすいですからね。キャベツで痩せる3つの理由、2つ目です。脂肪をつきにくく落としやすくする効果。先ほどご紹介したキャベツに豊富な食物繊維というのは実は脂肪蓄積を防ぐ効果まであるんですよ。なぜなら食物繊維は血糖値の急上昇を抑える効果があるから。というのも血糖値が急上昇すると血糖値を下げるためにインスリンというホルモンが大量に分泌されて、このインスリンには糖を脂肪として溜め込む作用があります。またこのインスリンの作用によって今度は反動で血糖値が急降下するため危険を感じた脳はお腹が空いていなくっても食欲や糖質欲求を高めてしまいます。そのためキャベツを取り入れることで食欲やお菓子につながるのを防ぐ効果まで期待できるんですよ。その上血糖値の急上昇というのは糖化という見た目や体内の老化や生活習慣病につながるリスクもあります。この点からもキャベツはダイエットだけではなく健康美容という全てにおいて嬉しい効果を発揮してくれると言えますね。しかもキャベツの食物繊維自体にも食欲を抑制させる作用っていうのがあります。なぜならキャベツに豊富な不溶性食物繊維は噛む回数を増やすことで満腹感を高める効果があり、水溶性食物繊維はゲル状になって膨らむことに加えてゆっくり胃腸を移動することで満腹感を高めてくれるから。なのでキャベツを摂ると摂取カロリーを自然と抑え脂肪をつきにくくしたり脂肪を落としやすくする効果が期待できるんですね。キャベツで痩せる3つの理由、3つ目です。代謝の維持増進効果。あまりご存じない方も多いかもしれませんが、実はキャベツというのはビタミン C が豊富な野菜、そしてビタミン C というのは美肌や免疫力のアップに効果的なことはもちろんのこと、抗酸化作用も高い栄養素。抗酸化作用とはその名の通り体の酸化に対抗する作用のことです。つまり代謝の低下や病気、老化に対抗してくれるんです。その上なんとビタミン C には脂肪細胞が膨らむのを防いでくれる効果まであると言われているんですよ。この点からもキャベツには太りにくくなる効果が期待できるんですね。しかもビタミン C は熱に弱いため生のままでも食べられるキャベツならビタミン C を効率よく吸収することができます。ちなみに単黄色野菜であるキャベツは緑黄色野菜に比べるとあまり栄養がないのかななんて思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかしキャベツって実は単黄色野菜の中でも特に栄養豊富な野菜だと言われています。単黄色野菜の中ではもうキングって言われているんですね。例えばこれまでご紹介してきた食物繊維、カリウム、ビタミン C 以外にもタンパク質をアミノ酸に分解して代謝をスムーズにするビタミン B6、 造血ビタミンである葉酸、骨や歯の形成に欠かせないカルシウム、そのカルシウムの吸収や止血に必要なビタミン K などが豊富。しかもこうして様々な栄養を取り入れることができると体の機能が高まるので基礎代謝が上がって勝手に脂肪が落ちやすくなるんです。そしてキャベツに特に特徴的な栄養といえばビタミン U、 通称キャベジンとも呼ばれる栄養素ですね。キャベジンって胃腸薬の名前というイメージがあるかと思いますが、実は栄養素の名前なんです。つまり胃腸薬に含まれているぐらいキャベジンは胃腸粘膜の健康維持に効果的なので、キャベツは食べる薬とも言われているんですよ。お手頃価格でどこでも手軽に手に入るキャベツで痩せて健康にもなれるなんて最高ですよね。しかも一年中手に入るキャベツですが、夏キャベツの旬は今、冬キャベツの旬はこれから。つまり今の季節は特にキャベツがお手頃に手に入りやすい上、栄養価も高い時期なんですよ。なのでキャベツをダイエットに活用しない手はありません。実際私がマイナス12キロ痩せた時もキャベツを毎日のように活用していました。冷蔵庫には常にキャベツをストックしていました。またこれまでダイエットをサポートさせていただいてきた3300名以上の受講生様もキャベツを積極的に活用いただくことで同じようにダイエットに成功していましたよ。このような美味しく食べながら健康的に痩せる方法を大公開している食べ痩せマスターワークブックをこの動画の最後にご紹介するのでね、こちらぜひチェックしてくださいね。キャベツをただただ食べれば必ず痩せるというわけではありません。その食べ方にもポイントがあります。ということで続いては痩せるキャベツの食べ方のポイントをお伝えしていきますね。痩せるキャベツの食べ方、一つ目です、量。キャベツは低カロリー、低糖質な野菜なので食べる量はそこまで気にしなくっても大丈夫。むしろ先ほどお伝えしたようにダイエット中だけどどうしても食欲が止まらないなんて時は意識してキャベツを多めに食べることがおすすめです。ただ便秘がひどい人の場合、キャベツを食べ過ぎることで逆に便秘が悪化してしまうケースがあります。なぜならキャベツに豊富な不溶性食物繊維というのは先ほどもお伝えしたようにすでに腸に溜まっている便のかさまで増やしてしまうため、便が詰まってさらに出にくくなるリスクっていうのがあるからです。なので普段から便秘がちの方はお腹の状態を見ながら食べる量を調整するようにしてくださいね。特に後でご紹介する食材と組み合わせて摂るのもおすすめですよ。痩せるキャベツの食べ方、2つ目です、タイミング。先ほどもお伝えしたようにキャベツには血糖値の急上昇を抑える効果や満腹感を高める効果っていうのがあります。なのでキャベツは食前や食事の最初の方に食べることが特におすすめな食べ方です。よくベジファーストという食べ方がダイエットに効果的と言われているのはこの作用があるからなんですね。痩せるキャベツの食べ方、3つ目です、調理法。先ほどご紹介したキャベツのビタミン C、 水溶性食物繊維、カリウムなどは水に溶け出しやすい栄養素です。なのでキャベツは水でさらしすぎないこと、生で食べること、スープにして汁ごと食べることがおすすめです。そして今からご紹介する食材とキャベツを組み合わせればキャベツの効果をさらに高めることができますよ。キャベツの痩せ効果を高める食材、一つ目です、サバ缶。サバ缶かけるキャベツはワンボールのダイエットメニューを取りたいときに特におすすめな組み合わせ。というのもキャベツには代謝の維持増進に欠かせないタンパク質が不足していますからね。なのでタンパク質豊富な食材とキャベツを組み合わせることはとても重要。しかも魚のようなタンパク源には鉄分も多く含まれています。そしてキャベツのビタミン C には鉄分の吸収を良くする作用があるんです。よくおかずの付け合わせとしてキャベツサラダが添えられているのはこういった作用もあるからですね。女性は生理があって特に鉄不足になりやすい上、鉄分には代謝の維持増進効果があるのでタンパク質と同じくダイエットに不可欠な栄養素。
そのためキャベツとサバ缶を組み合わせれば最高のダイエットメニューになるんですよ。しかもキャベツサラダにサバ缶を乗せるだけなら調理の手間もほぼありません。その上加熱しなくってもいいのでキャベツとサバ缶の栄養を余すことなく取り入れられます。ちなみにサバ缶の場合であれば代謝アップ効果のあるオメガ3という脂質が特に熱に弱い栄養素です。なので私はどうしても時間がないけど栄養をちゃんと補給したいという時はこのサバ缶キャベツサラダに助けてもらうことが多いです。キャベツの痩せ効果を高める食材2つ目です。キムチ。キャベツの腸活効果をより高めたい方におすすめなのがキムチと組み合わせること。なぜなら白菜などの野菜からできているキムチには食物繊維が豊富な上腸の善玉菌となる乳酸菌も豊富だから。しかもこの組み合わせならどちらも生のままで食べることができるので熱に弱いキャベツのビタミン C 水溶性食物繊維カリウムやキムチの乳酸菌も効率よく取り入れることができます。またキムチは味がしっかりついているのでドレッシングの代わりとしてキャベツサラダにトッピングするのもおすすめです。例えば先ほどご紹介したサバ缶キャベツサラダにさらにキムチを組み合わせれば味付けなしで美味しく栄養満点のダイエットメニューになりますよ。ちなみに日本の市販のキムチの中には発酵していない偽物のキムチも多く出回っているので注意が必要。つまり日本ではキムチ風の漬物が多く売られているんですね。発酵しているキムチの場合は乳酸菌が入っていることや発酵していることがちゃんと明記されていたりこういったキムチくんマークがついていたりするのでパッケージをよく見て選ぶことが大事。普通のスーパーで売っている発酵キムチだと個人的にはこのチョンカキムチがおすすめ。原材料も比較的いい上どのスーパーでも大体売っていますよ。キャベツの痩せ効果を高める食材3つ目です。ほうれん草。特に頑固な便秘の方におすすめしたいのがこのほうれん草キャベツの組み合わせ。なぜならほうれん草は野菜の中でも特に水溶性食物繊維が多く含まれているので便を柔らかく出しやすくする効果が高いから。つまりキャベツで便の硬さを増して腸を刺激しほうれん草でするんと便を出しやすくしてくれるんですね。その上ほうれん草にはサバ缶と同じく鉄分が豊富に含まれています。なのでダイエットをサポートする効果が高い野菜なんですよ。なのでキャベツとこれを一緒に食べるだけで絶対痩せますと言ってもいいぐらいキャベツとほうれん草は最高の組み合わせなんです。これから秋になって肌寒い日も増えてくると思うのでキャベツとほうれん草のスープにすれば水に溶け出しやすい栄養もしっかり取り入れることができます。例えばここに先ほどご紹介したサバ缶や豆腐などさっとプラスできるタンパク質を入れればスープ一つで完璧なダイエットメニューになりますよ。しかもほうれん草も冬キャベツと同じくこれから旬を迎える野菜です。なのでお手頃価格で手に入りやすくなりますし栄養価も高くなるため積極的に活用してくださいね。では最後に今日の動画のまとめです。キャベツで痩せる3つの理由は1、便秘解消とむくみ解消できるダブルのデトックス効果、2、血糖値や食欲の安定による脂肪をつきにくく落としやすくする効果、3、豊富な栄養特にビタミン C による代謝アップ効果、また痩せるキャベツの食べ方は1、量、低カロリー低糖質なキャベツはしっかりめに食べても問題ないですが便秘がちの人は食べ過ぎないように注意が必要、2、タイミング、血糖値の急上昇と食べ過ぎ予防のためには食前や食事の最初の方に食べることがおすすめ、3、調理法、熱に弱い栄養素や水に溶け出しやすい栄養素が豊富なので水にさらしすぎないようにして生のままスープで取り入れることがおすすめ。そしてキャベツの痩せ効果を高める食材は1、サバ缶、2、キムチ、3、ほうれん草でしたね。こうして身近な食材であるキャベツを積極的に取り入れているだけでなんかお腹がへこんできたかも、見た目がすっきりしてきた、体重がストンと3キロ落ちたなど無理な食事制限や運動なしでダイエット効果を感じる方はとっても多いですよ。
このように健康的にストレスなく痩せるためには我慢や無理は禁物、自分のペースで体が喜ぶものを美味しく取り入れることが大事なんです。実際私のダイエット講座では禁酒食は一切ないですし、運動を強要することももちろんありません。自分も無理なく楽しくダイエットしたいという方はこのタイトルの下の概要欄にあるリンクをタップ。今なら何をしても痩せなかった晩年ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ体脂肪率マイナス 8% 達成できた食べ痩せの教科書やダイエット講師である私や私のダイエット講座の受講生様が実際に食べている2週間分の痩せる簡単レシピなどの豪華特典を無料で配布中です。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでもためになったと感じた方は高評価とコメント欄に何か一言でもいいのでご感想をいただけると今後の励みになります。今後見たい動画のリクエストもあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。